実はこんな症状あると糖尿病リスクが77%も高いんです僕が1 2 0キロあったことや脳神経外科で勤めた経験から糖尿病を86%も予防する最強の食べ物を紹介をしていきます最近寒くなってきましたよね冬は特に血糖値に注意なんです冬は基本が低く室内で過ごす時間が長くなるため運動量が低下して血糖値が高くなる傾向があります 年末年始の行事などで食事量が増えることも原因として考えられています血糖値が季節によって変動する主な原因は気温変化に伴う生活習慣の変化です冬に血糖値が高くなる原因として次のようなものが考えられます寒さによるアドレナリン分泌の増加で血糖代謝が遅くなる室内でいる時間が長くなるため日照時間が短くなる運動量が低下する食べ物が美味しくない。 忘年会や新年会などの行事による食べ過ぎただしこれらの内容は仕方ないなっていうこともあると思うのでそれに対する対策法とどうして今対策を取る必要があるのかについてお話をしていきますまず血糖値が高いことや糖尿病とともに生きる人の77%はメンタルの不調を経験しているということが2024年国際糖尿病連合が発表していますこのメンタルの不 不調に影響を与えている要因は糖尿病の合併症の発症に対する恐怖日常的な管理の負担糖尿病に対する偏見注射への恐怖などが挙げられていましたさらに糖尿病とともに生きる人の4人に3人は医療従事者からの感情や精神の健康のためのサポートを求めているということが示されています確かに僕も脳神経外科で勤めている時に訪問リハビリというお仕事をしていたんですが糖尿病 で悩んでいる人や糖尿病で自己管理ができなくて片足を切断した人のリハビリを行うことが多かったんですそんな中で患者さんが言われていたことは先生が忙しそうで聞きたいことがなかなか聞けなくてまた受診が終わってしまったっていうことが多くて普段どういう風な食べ物を食べたらいいのかって悩んでいるんだけど甘いものどうしても欲しくなるんだよなでも我慢しないといけないんだよなっていうこの気持ちの変化にうまくついていってなかったっていう人も多かったんですね。ただ 糖尿病の人が必ずしもメンタルの不調を起こすわけではないんですが今回の調査の参加者79%は糖尿病のの日常的なな習慣の必要性にに苦しめらられた経験を持つとといいうことが明らかになっているんですそしてこの研究の中では糖尿病による燃え尽き症候群を経験している人が4人に3人もいらっしゃってそのままの状態にしておくとアメリカの研究によると糖尿病の人は糖尿病がない人に 比べてうつ病になる可能性が2から3倍高かったとやはり血糖値糖尿病メンタルというのは深く関係しているということが分かっていて血糖値や糖尿病と共に生きるのは簡単なことではなく毎日の生活で糖尿病を管理するのはそれ自体がストレスの原因になることがあるんです時には落ち込んだりとか心配したりイライラしたり疲れたりすることもありますよねそして一生懸命頑張っていても思うような結果が出ず糖尿病 糖尿病の管理がうまくいかなくなり糖尿病に関連する健康の状態を抱えてしまうという人が多いんですねそしてこれに合わせて冬というのはうつ病になりやすいということも分かっていて冬季つというのは秋から冬の日照時間の短さが関係しているとも言われています気候を浴びる時間が減ることで脳の中のホルモン量が低下して睡眠の質が低下するのでリズムが後ろにずれていきやすいんですね確かにこれを考えると最近 もう5時ぐらいなのに真っ暗だなっていう風に感じたりとか朝なかなか起きたくないなっていうこともあると思うんですよこういう風なリズムの不調っていうのが鬱になりやすいということがあってこの陶うつは男性よりも女性が発症しやすいと言われていますこれは陶器鬱に限った話ではなく他のうつ病も女性の方が多いっていうことなんですねこれには筋肉量が関係しているという風に言われていて男性ホルモンが多い方がメンタルが強くなりやすい という風に言われているので女性の方が筋肉量が男性よりも少ないからメンタルが落ちやすいっていうことなんですねじゃあここからはですねストレスにならない糖尿病を予防する3つのヒントということでイギリスの糖尿病学会などがおすすめしている方法を僕なりにまとめておりますのでぜひこの3つだけチェックしてみてください1つ目食べ物を考えていきましょうまず血糖値を上げたりメンタルを下げるものワースト5として菓子パン加工肉 カップ麺フライドポテトポテテトチこれらのファストフードで摂取するカロリーは平均で767キロカロリーアメリカの医療センターで行われた研究ではフファスストフードを週1回以上利用していいるる人は心臓病になるリスクが20%も高いさらにその利用頻度がどんどん増えていくと心臓病だったり糖尿病のリスクは上がってしまうよということが分かっていてそれだけではなくニューヨークの大学の研究ではファストフード店が近くにあるだけで 型糖尿病の発症リスクはととと高かかっったいいうことが分かっているんですね確かに車で走っていたり歩いているとそこら辺にジャンクフードのお店いっぱいありますよねだからもう、まあ、血糖値気になるからとか最近食べ過ぎてるから我慢しようと思っても歩いていたり車走ってたらもう目の中に入ってくるっていうこと普通にあるわけじゃないですかだからそれ食べても食べてしまったと思ってストレスになるし食べなかったとしても我慢しないといけないからストレスになってしまうわけじゃないですかだから一生食べ 食べてはダメというわけではなくどうしても食べたいという気持ちはわかるので糖尿病リスクを47%も減らす食べ物というのが5つありますから紹介をしていきます1つ目お魚痩せるホルモンが出て糖尿病のリスクを減らしていきます魚の油は体の中にある GLP-1 という痩せるホルモンの上昇をもたらして血糖値を緩やかにするということが分かっていてこの GLP-1 自体は糖尿病の治療薬としても 注目されています実際に国立国際医療研究センターなどの研究では魚介類の摂取量が多いほど糖尿病リスクが約3割も低下したということが分かっていますからアジイワシサンマなどの青魚だったりとかさっきマスタイなども糖尿病リスクを低下させるということが分かっているんですがこのお魚食べ過ぎるとセレンというものの摂り過ぎで爪の変形だったり疲労感神経障害などを発症する可能性がありますから1週間に23回程度でもいいのでお魚食べ 続いて2つ目卵。 糖質がほぼないんですが、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどの重要な栄養素が豊富に含まれているため、血糖値を上げにくいんです。実際に2013年イギリスで発表された研究では、卵をたくさん食べると糖尿病リスクが42%も減るということが分かっています。ただし、コレステロール値の方が気になるっていうことあるじゃないですか。これについてフィンランドの大学の研究では、新潟糖尿病の人が卵を1日1個食べたとしても、血糖値やコレステロール値には 影響せず新型糖尿病リスクも上昇しないということがわかっていますから朝だったり夜に1個卵を食べるようにしてみてくださいただしこの卵は卵かけご飯とかにしてしまうと早食いになって血糖値急上昇するので注意が必要です続いて3つ目納豆 アミノ酸のバランスをよく含む良質なタンパク質で糖質が比較的少ないため血糖値の急激な上昇を抑制してくれます実際に行われた研究では納豆ご飯を食べた人と白米を食べた人だと納豆ご飯食べた人の方が食後120分間の血糖値が安定していたということが分かっていますから1日1パック納豆を食べてみてくださいただしもうすでに血液サラサラのワーファリン系のお薬を飲んでいるよという方はこの納豆との組み合わせよくありませんから主治医の 先生だったり薬剤師さんに相談してから食べるようにしてください続いて4つ目ヨーグルトヨーグルトに含まれる乳製タンパクというのは炭水化物の摂取前に摂取すると GLP-1 が刺激されて食後の血糖値の上昇を抑えやすくするよということが分かっていてケンブリッジ大学の研究では乳製品を4,5回食べると新型糖尿病のリスクが28%も低下したということが分かっていますそれもこの乳製品はですね間、えー、食として効果 カロリーのポテトチップスやスナック菓子の代わりにヨ,ヨーグルトを食べると糖尿病リスクが47%まで低下したとまで言われているんですなので市販のワンカップ分100から2 0 0グラムを目安に食べるようにしてくださいただしこの時には乳製品に含まれる乳糖っていうのがうまく消化吸収できないよっていう方もいらっしゃいますから1週間程度様子を見てから考えていきましょう続いて5つ目お酢 お酢にに含ままれるペクチンと酢酸ががが糖糖分の吸収を抑制して血糖値が上がりりくくなります実際に2006年に発表された研究では大さじ1杯のお酢を使った料理や飲み物をメニューに加えると食後の血糖値の上昇緩やかになるよということが科学的にも証明されていますただしこのお酢はですね食前に取ってしまったり取りすぎると胃や腸を荒らしてしまったりとか食欲を上がしてしまう可能性がありますから大さじ1杯から2杯程度納豆などに混ぜて食べてみてください なのでこれらの食べ物を自分が調節しやすいタイミングで入れていくということが大切なんですがグラスゴー大学の研究では1日825キロカロリーぐらいで過ごすと86%の糖尿病患者さんが平均で15キロの減量に成功しほとんどの糖尿病患者さんが感知したんじゃないかという研究もあるんですねこのように一定期間カロリー制限を行うことによって症状が改善するなんていうこともあるんですがこれは一つの例であってやはりそのような カロリーが少ない食事っていうのはストレスになるし続かないしリバウンドしてしまうっていうことがあると思うので自分の続きやすい範囲で少しずつ健康的な食事を入れていくということが1つ目のポイントとなってきます続いてストレスにならない糖尿病を予防する3つのポイント2つ目自分だけの時間を作ることストレスを日常的に溜めている人というのはストレスホルモン自体がですね血糖値を上げる作用がありますからドイツで行われた調査では強い ストレスを感じている人は糖尿病リスクが45%も高いまたカナダで行われた研究では仕事のストレスが多い女性は2型糖尿病のリスクが2倍になるということも分かっているんですねそして特に糖尿病になりやすい40代50代60代の女性の悩みの第1位は仕事に対する不安なんですなのでこのストレスに対する対策法っていうのはみんな抱えているんだけどあんまり知らない人多いですよねまあ、例えば他にもですね買い物行 ったりとかですね好きなものを食べるっていう人もいらっしゃると思うんですがそんな中一番リスクの少ない方法としてストレス日記が挙げられます2009年の研究ではこのストレス日記がですね、えー、幸福感を高めたりとか認知機能の改善認知症の予防になるということがわかっていてストレス日記には3つのポイントがありますまずは4日間好きなだけ書いていきますでとりあえず1回続けるときには20分書き続けますそして3つ目はその悩みを展開していきましょう にとりあえず日常的なストレスを紙に書いて破って捨てるという風な物理的に体の中に溜めるのではなく外に出して破って捨てるという風にしていくことによってですねストレスは減っていくという風に言われていますからぜひ試してみてください続いてストレスなく糖尿病を予防するポイント3つ目寝る前に運動を行うこの運動の習慣というのはストレスや不安の軽減につながりますただたくさん歩いたりとかたくさん動こう一生懸命頑張ろうとする 続かなくななくくくったり面倒くさくなりさますよねまたウォーキングについてもちゃんと歩こうと思うんだけどいや寒くてちょっと嫌やなとか雪降ってるしちょっと今日はやめとこうみたいなことでやめてしまうこともあるじゃないですかただこのポイントとしてやはり運動する時間を作らないといけないということがあるので寝る前にですね、まあ、動画を見ている方もいらっしゃると思いますし自分の時間が唯一作れるという方もいらっしゃると思うのでこの睡眠の質を上げながらストレスを軽減させるということが大切で この睡眠の質だったり時間が短いだけで糖尿病リスクは2倍になるということが分かっているんですねこれには除波睡眠が関係しているというふうに言われていてこの除波睡眠というのは睡眠の前半の部分でここが深く寝れているとああよく寝られたってすっきり朝目覚めることができるんですが除泡睡眠が浅い状態だとなかなか寝られなかったりとかよくある症状として 足がりりやすすくなります血糖値が高い状態が続くと血液がドロドロでふくらはぎや足の先に老廃物がたまったまんまになり夜足がつってしまうことがあります。これは糖尿病による末梢神経障害や高血糖による脱水電解質のバランスの乱れなどが原因として考えられます。 そして、糖尿病の三大合併症の一つの神経障害では、胸裏帰りというのが、その症状の一つとして挙げられます。それも、糖尿病患者さんの多くが訴える症状で、睡眠中や明け方、安静時に多いのが特徴なんです。ただ、この足がつりやすくなる原因は、糖尿病の他にも、睡眠時無呼吸症候群や、甲状腺の異常など様々な疾患が考えられるので、足がつるというのを防ぐには、血糖値の管理を心がけたりとか、十分な水分摂取を すするるの血行を改善するなどの方法が大切なんですなので96%が約2分で熟睡できた米軍式睡眠法を僕なりに血糖値だったりとか血圧が落ち着かせるようにアレンジした方法を別の動画で紹介してますから是非今から寝るよという方は概要欄からチェックしてみてくださいどうだったでしょうかこの動画の中では糖尿病になってしまうリスクだったりとかそれはストレスも関係しているからなかなか続かなくなる人が多いんですよね。でその続かないってい いうことがまたストレスになって糖尿病を発症してしまったりとか続けようと思ってもうまくいかない人がいるのは当たり前ですなのでそんな中で食事の内容を少しでも変化していくちょっとでも変えていくというふうにすることによって糖尿病のリスクが下がったりとか合併症を起こしにくくすることができますから一緒にゆっくり頑張っていきましょうまたどういうふうなことから始めたらいいのかわからないという方は5日間のダイエットプログラムというのを公式 LINE 限定で配信をしてますのでぜひ概要欄から友達 追加してみてください最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた明日バイバーイ